はい、皆さんこんにちは。佐賀キャットしてございます。14時をちょいと回りましたね。10月は1日日曜日でございます。静かですね。この後ですね、シエスタですね、楽しみなんですけど、日曜日安心してシエスタに入りますね。電話かかってきませんから。ウィークデーはたまに電話かかってくるんですよね。まあ仕事の電話はしゃあないですけどね、それ以外の電話は嫌ですね。行きましょう。著作オンラインにこんな記事というか書評という感じで出てますね。韓国と日本が争うのは互いに似ているからというタイトルなんですけど、僕ら争ってんのっていう感じです。あのね、このチャンネルはですね、ネタの柱の一つがお隣さんなんですね。で、このチャンネルがいつまでたってもメジャーになれないのはですね、そのですね、取り扱う範囲がですね、お隣さんとかですね、中国とかロシアとか、日本人があんまりこう関心を持たないエリアですね。実に深刻なんですよ。深刻なんですけど、深刻な隣人たちなんですけど、あんまりその知りたいと思わないわけですね。一般の日本人は外国であれば第一にまずアメリカですね。でヨーロッパですね。で、まあ一部中国かなっていうところであって、でお隣さん韓国にはですね、これよほどのこう好き者でないと関心を持たないわけであって、まあですね、韓流というのがございまして、韓流のいわゆる向こうのジャニーズみたいなのがあるわけですけど、そこに関心を持ってる女子高生たちはいますけども、まあそれも一部ですね。だから日本人100人の中でですね、韓国に関心がありますかっていう人は1人もいないと思います。 0.5 人ぐらいちゃいますけど、まあ一定1人かな。そんな感じ。それを取り上げてるんでですね、このチャンネルはいつまでだとメジャーになれないということでございますけど、これは逆にですね、韓国側からしますと、韓国人100人に日本に関心がありますかという問いかけをすると、まあ、95人ぐらいは関心あるというでしょうね。これだけですね、関心興味ということのこうですね、そういうベクトルの非対称性があるわけです。で彼らはですね、非常に面白い連中でして、何度もこれで取り上げてるんですけど、自分たちがこんだけ関心あるんだから、日本も自分たち関心あるだろうと思い込んでるところがあるんですね。このギャップがすごいんですけど、このギャップが時々その面白い現象を起こすわけです。著作オンラインでございまして、2023年今年の今日出たですね、韓国と日本が争うのはお互い似ているから。確かに似ているところもあるんですよ。似ているところもあるんですけど、似ていないところも、似ていないところのギャップが大きすぎるわけでして、で、さっきも言ったように日本人は争っているという感覚はないんですよ。なんかいつも文句言ってきようなという感覚なんですね。入ったらなんか面倒くさいこといっぱい言うてくるやんと、というのは日本人の感覚なわけですよ。韓国人はですね、日本人と争ってるつもりなんですね。戦ってるつもりなんです。君らちょっとちゃうんやけど。ちょっと言いましょうか。韓国人の父親と日本人の母親にの間に生まれた政治家が、韓国人と日本人は顔が似ていて、お互いに相手が自分と同じ感覚を持ってるだろうと信じているから争うと語った。これは韓国側だけにとっては正解ですよ。日本側は君らに何の関心もないわけです。焼肉美味しいなと。焼肉もだってもともと韓国料理ちゃいますからね。あれは在日の韓国人が考えた食べ方なの。まあまあいいけど、だからそんなに関心持てないですよ。お互いにというか感覚はないんですよ、我々には。君らがこっちにやたらと関心持てるだけなんです。とかだった。著者はこの言葉を聞いて、韓日が真に和解すれば理想的な隣人同士になるだろうと思ったという。真に和解するっていうのは、少なくともあと数百年、千年、いやそれ以上ないかもしれませんね。2018年から3年間新聞社の東京支局長を務めた著者、まあ、記事の洪水の中で肩の痛みまで患い、従軍記者になった気持ちで暮らした。韓国から日本にいらっしゃった東京支局長ですか。国交正常化以降で最悪の韓日関係、これはあれですね、ムン・ジェインさんの時ですね。安倍首相の退任、史上初の夏のオリンピック延期、700人がコロナに感染したクルーズ船問題、
カルロス・ゴーン元本書は依然としてファックスを使うアナログ社会にあって、古いインフラの弱点、まあ、どうでもいい話ですね、はい、というようなことが書いてあります。あのものすごいギャップを感じますね。さっきも申し上げた通りですね、日本人は韓国にほとんど関心がない。日本人で韓国の政治とかですね、韓国国内の出来事に関心がある人はさっき言ったように100人に1人いない、いても1人かなという感じですね。あの私が普段ねここでは韓国の話をいっぱいするんですけど、自分の私的な交際範囲内で韓国のことが話題になることはありません。まあもうじいさんだったんで、ね、そんなにこういい人と会ってませんけども、どうでしょうね、日本人と話していて韓国が話題になるってほぼないですね。で今の人生で、人生でコミュニケーションした総量が100としたらですね、韓国のことを話題して喋ったのは 0.001% かなっていう感じですね。それくらい日本人は韓国を意識していない。ただですね、その1人か100人に1人かそこらはですね、韓国のことを意識している人がいるわけなんですね。あのこのチャンネルの視聴者さんはそういう人が多いわけです。だから非常にマイナーなところで私はこういう大人さんの話題をしているわけですね。もっとね、もうちょっと関心も取れちゃうかなと思うんですよね、日本人はね。せめてね、100人に3人か5人ぐらいまでね、関心を持っていただければですね、私ももう少し楽に運営ができると思うんですけど、いや、むちゃくちゃ面白いですよ、アラルミーで。もう、いつも言うてる通りですね、あの、ものすごい一人相撲を取ってですね、一人負けというですね、世界にあの人たちしかできないという、ね、得意技があるわけです。さらにもってですね、日本に対してものすごい異別な感覚を持ってるわけですね。ほんでクソ真面目にコントをやってくれるわけです。いや、あの真面目に彼らは一生懸命やるんですよ。真面目にやってるんですけども、コントにしか見えへんことをやってくれるんですよ、毎度毎度。あのつい最近ではね、野党党首のねハンストとかって、これも超面白いやと思って、こんなこと真面目にやるんやなというようなことが起こっているんですね。だから日々超面白いわけですよ。で、外交問題になることもあるんですけども、でもまああんまり気にしないですよね、日本の政治家たちは。お隣さんのことまたうるさいこと言うてきよったらどうしようという感じですね。なんでですね、あのこの関心の非対称性たるやですね、1対100では効かへんのちゃうかなというぐらいに私はいつも思ってるんですけど、もうちょっとだから日本人もね、お隣さんですからね、もう少し関心持ってもええんちゃうかなと思うんですけど、なんかやっぱし拒否感があるみたいですね、大方の日本人には。あいつら変な嫌いやみたいなですね。いや面白い、まあそれでもいいんですけど、超面白いです、あの人たち。ほんまに。あ、だからね、動物園に行ってね、ゴリラを見て、俺の中のゴリラ見たら面白いでしょ。僕大好きですよ、あのゴリラとかチンパンジーとか見てるのって。うわこいつらおもろと思って。あの感覚ですよ。うわこれ同じような顔してね、あのパッ一見こう見分けはつかないのにですね、やってることはすごく違ったり感覚が違ったりするわけですよ。超面白いですよ、ほんまに。でちょっと分かるとさらに面白いですよ。ほんであの人たちは日本に持っているこの変な意識ですね、まあ基本コンプレックスなんですけど、列状みたいなんですねがですね、こう歪んでこっちにこう向けられるんですけど、クソめんどくさいんですけど、笑おうと思ったらあれぐらい笑えることはないですよ。はっきり言って、お前らなみたいな。でしかもね、連中優秀なんですよ。そういうこう非常に複雑なですね、絡み合った変な列状を持ってるくせにですね、能力的には結構高かったりするんですね。仕事させたりすると結構できたりするわけですよ。だからあれだけの国があれだけの経済発展をしてるわけですけど、いやそのまたギャップが面白いわけですよ。いやだからもっとね、皆さん関心を持ってほしいなと思いますね。いやあれただで楽しみますからね。
生身のですね韓流ドラマみたいなものですね、向こうの政治ではただで楽しめるというですね、この面白さというのをもっと分かってほしいなと思います。一応このちょっとだけ取り上げました今のこの著存ラインのですねアドレスを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。